ようこそこんばんは。さて、今回は長野県松本市のカフェチェーン店の普及率を発表いたします。主に移住する、またはその移住を考えている方向けになるんですけど、いざ移住してみて、あれ？このカフェないんだとか、まあ後で気づくこともあるみたいで、そういったことで、まあ後々困ることがないよう、この動画をお届けしたいと思います。正直なところ、まあ、特定のチェーンカフェがなかったとしても、そのご当地カフェを楽しめばいいとは思うんだけどね、はい、そんなことをさておき、じゃあ早速やっていきましょう。とりあえず思いつく限りのカフェチェーン店をピックアップしました。都心住まいの方ならどれもご存知かと思われますちなみにこの中で僕が一番好きなカフェは米田コーヒーですかね。なんとなく寄りたくなるカフェはドトールとサンマルクですね。サンマルクはチョココロネが好きですし、ドトールは大豆ミートが美味しいんでたまに通っておりますね。では本題。さて、これらのカフェチェーン店、松本市の普及率はどんなものか、さあ発表していきましょう。まずはスターバックス。こちらは普通に店舗がございました。数もそれなりにありますんで、おそらく最も行きやすいカフェなのかなと思います。スタバファン大喜び。続きましてドトールなんですけど、こちらも店舗はちゃんとありました。ただし Wi-Fi が未対応なんで、まあ、Wi-Fi 目的の方はちょっと申し訳ないって感じですね。続きましてサンマルクカフェ。残念ながらこちら店舗はございませんでした。松本市どこか長野県でもちょっと店舗がないので、まあ、そこはちょっとご了承ください。じゃあ続きいきます。タリーズコーヒーは店舗がちゃんとありましたんでご安心ください。Wi-Fi もしっかり完備されております。そしてカフェドクリエもちゃんとありました。続きまして米田コーヒー。こちらもちゃんと店舗ありました。ただ、場所がちょっと駅から離れてしまいますんで、もし行きたい場合は車か自転車を使うことをお勧めします。星野コーヒー店もちゃんとありました。星野コーヒー名物のスフレパンケーキが食べられますね。やった個人的に嬉しいところはそこなんですね。はい。コーヒー缶ですが、少し駅から離れますけど、ちゃんと店舗ありました。コーヒー缶のホットケーキも食べられますね。よかったです、はい。そしてプロント。残念ながらこちらは店舗ありませんでした。で、長野県全体で見ても0店舗ですね。もともと長野駅に1店舗あったみたいなんですけど、残念ながら閉店したみたいですね。最後にカフェベローチェ。こちらも残念ながら店舗ありませんでした。ということで以上、長野県松本市のカフェチェーン店の普及率でした。まあ一部のカフェチェーン店がないんですけど、まあ、松本市には魅力的なカフェのお店がいっぱいありますんで、そこがやっぱ強いですよ。写真とかいくつか載せておきますんで、もし興味あるものあったらぜひ来てください。まあ移住を検討されてみてはいかがでしょうか。では、ご視聴ありがとうございました。